こんにちは、すずです。今回は NASA やヨーロッパ南天天文台など様々な機関で撮影された実写画像を見ていきます。以前投稿した動画ではシミュレーションソフトを使って宇宙の大きさを感じてきたんですが、今回は望遠鏡や宇宙探査機で撮影された実写画像を見ながら、よりリアルに宇宙を体感していこうと思います。それでは早速地球から離れていきましょう。まずは地球が存在する太陽系の中からいくつか見ていきましょう。まずは水星。この画像は2008年1月11日、探査機メッセンジャーが撮影しました。水星の表面は月と同じくデコボコしています。これは水星には大気がないため、小惑星の衝突を防ぐことができないというのが理由です。火星。人類が火星に移住する。実現に向けての準備は着々と進んでいます。火星の将来性などを探査する目的で2020年に打ち上げられたパーサビアランス。2021年2月18日、火星に着陸しました。19台のカメラと2つのマイクを搭載したパーサビアランスは、私たちに多くの情報を届けてくれています。これは着陸した時の実際の映像です。火星では大気と重力の問題からうまく減速をすることができず、着陸するのはとても難しいことで知られています。そんな中で無事着陸したパーサビアランスは火星に着陸してから18時間後、マイクを使って火星の音を録音しました。その火星の音がこちらです。マイクがデッキ内に収納されていたため少しこもっていますが、ゴーッという風の音が聞こえますよね。火星と木星の間には小惑星帯が存在します。その数はなんと数百万個を超えるとも言われています。この写真は木星探査機ガリレオが撮影した小惑星帯に存在する小惑星イダです。他の小惑星や水星との衝突によって表面がクレーターになっているのがわかります。木星。この画像は2000年土星探査機カッシーニによって撮影された4枚の画像を組み合わせたものです。こちらは2017年木星探査機ジュノーが撮影したものです。南極の真上約 10km の場所から撮影しました。木星は10時間で1回転という猛スピードで自転しているため、東へ西へと時速 500km の強風が吹き荒れています。そのためこのようなマーブル模様が出来上がっているんですね。こちらはハッブル宇宙望遠鏡が撮影した2枚の画像を組み合わせたものです。青く輝いているものはオーロラです。ちなみに今流れているのは木星の音です。この音は記録した周波数の再生速度を60分の1にしたものなので、実際に木星に近づいたとしてもこのような音は聞こえないそうです。土星。この写真は2004年。土星探査機カッシーニによって6940万キロメートル離れた場所から撮影されました。土星の大きさは直径12万キロメートル、地球9個分です。1980年ボイチャー1号によって撮影されたこの写真では、2つの衛星が土星の周りを回っているのが確認できます。土星の大きさがよくわかりますよね。そして今流れているのは土星の音です。土星探査機カッシーニが集めてきたデータを音に変換したものです。ちょっと不気味な音ですよね。これは1986年ボイチャー2号によって撮影された天王星の姿です。そしてこちらが海王星。1989年こちらもボイチャー2号によって撮影されました。
冥王星やその仲間の天体たちを横目に、さらに地球から遠ざかっていくと、オールトの雲と呼ばれる場所があります。ここが太陽系の一番外側です。時々地球からも観測される彗星はここからやってくるため、彗星の巣とも呼ばれています。2013年11月にはここをふるさととするアイソン彗星が地球に近づいてきました。地球からも見ることができ、とても話題になりましたが、実は宇宙空間でもその姿を撮影されていました。この写真は2013年4月にハッブル宇宙望遠鏡が観測したものです。彗星の背景には様々な星や銀河を見ることができますよね。この映像ではハッブル宇宙望遠鏡は彗星ではなく星や銀河に焦点を合わせています。太陽系を抜けると視野が広がり、周りには恒星、太陽のように自ら光を放つ星々が見えてきました。その中でも太陽に一番近い恒星はアルファケンタウリという恒星です。太陽から 4.3 光年の場所に位置し、ケンタウルス座で最も明るい恒星として知られています。この恒星は3つの星からなっており、 A と B、 2つの恒星の周りを C の恒星が55万年の周期で回っています。この写真はハッブル宇宙望遠鏡が撮影したものです。3つの星のうち A と B の星を写しています。この A、B、 2つの恒星の周りをさらに C の恒星が回っているということなんですね。このような星がこれから先ずっと広がっています。そして離れると見えてきたのが、ほわほわとした雲のようなもの、地球が存在する銀河系、天の川銀河とも言います。この天の川銀河の実際の写真がありますので見てみましょう。太陽系は天の川銀河の端っこに存在しますので、天の川銀河の端っこから中心部を写したものとなります。この写真はチリのパラナル天文台の超大型望遠鏡で撮影されたものです。この写真には90億ピクセル近くが含まれており、ダウンロードするだけでも 24GB を必要とします。とても大きな画像です。拡大してみると無数の星がひしめき合うようにして存在しているのがわかりますよね。それもそのはずで、天の川銀河には2000億個以上の恒星が存在すると考えられています。写真からはわかりませんが、天の川銀河の中心にはいて座 A スターというブラックホールが存在します。2022年5月にはブラックホールの直接観測を目指す国際研究グループがブラックホールの撮影に成功したと発表しました。天の川銀河から少し離れると大マゼラン雲、小マゼラン雲が見えてきました。この2つも銀河です。この画像はスピッツァー宇宙望遠鏡が撮影しました。赤外線で撮影したものを合成したものではありますが、大マゼラン雲を示しています。こちらは小マゼラン雲です。さらに遠ざかっていくとアンドロメダ銀河が現れました。大マゼラン雲、小マゼラン雲に次いで天の川銀河に近い銀河です。地球から250万光年の場所に存在します。アンドロメダ銀河をハッブル宇宙望遠鏡が撮影していました。この画像も大きく、また高画質です。1枚の画像の中に1億以上もの恒星と数千の星団、星雲の集まりが映し出されているそうです。それでは拡大してみましょう。先ほどの天の川銀河と同じように無数の星が存在しているのがわかりますよね。こちらは三角座銀河です。地球から300万光年、アンドロメダ銀河からは75万光年という場所に存在します。
この画像もハッブル宇宙望遠鏡が撮影したもので、何百万もの星や星団、星雲が映し出されています。地球からは随分と離れたところまで来てしまいました。ここからは地球の近くにある様々な星雲や銀河を見ていきましょう。こちらは2014年にハッブル宇宙望遠鏡が撮影した和紙星雲です。地球からの距離は7000光年、割と近い場所に存在し、私たちは7000年前の姿を見ているということになります。水素やヘリウムといったガスで構成されており、和紙星雲では星の形成が活発に行われています。ガスの先っぽのあたり、密度の高い部分は重力が高まるため、ガスがどんどんと集まってきて、ここから星が生まれると考えられています。こちらはリング星雲です。ハッブル宇宙望遠鏡とキットピーク国立天文台で撮影された画像を組み合わせたものです。星が生まれる和紙星雲とは逆に、リング星雲では星が寿命を迎えて滅びています。リング星雲の真ん中にあるものは星の残骸です。実は太陽の将来の姿でもあるんです。星の一生の終え方は、軽い星と重い星、それぞれの星の重さによって違います。太陽は実は軽い星に分類されるんですが、太陽のように軽い星は晩年を迎えると赤く大きく膨らんで、そして大量のガスを吐き出して一生を終えます。真ん中に見えているものはその星の残骸で、外側のガスは星が吐き出したものだったんですね。こうして出来上がった星雲は、次は新しい星の材料となっていきます。こちらは谷星雲です。ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影されました。先ほどのリング星雲は太陽のように軽い星が滅びた後の残骸でしたが、このカニ星雲は重い星が滅びた後の残骸です。重い星は死が近づくと赤く大きく膨らみ始め、そして一気に爆発します。カニ星雲はその残骸で、今も1秒間に1500キロという猛スピードで宇宙に広がり続けています。こちらは大マゼラン雲に存在する超新星 1987A がまさに大爆発している様子です。太陽の20倍という大きな星です。このようなチャンスは数百年に1回しかないと考えられており、様々な機関がこの大爆発を観測し始めました。この映像はハッブル宇宙望遠鏡が1994年から2016年まで撮影し続けたものです。こちらはカラバッシュ星雲。ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影されました。集まっているガスの正体はなんと大量の硫黄。そのため別名腐った卵星雲とも言われています。 NGC4622、 2001年ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された銀河です。地球から1億1000万光年離れた場所に存在します。渦が他の銀河とは逆方向に回転しています。こちらは地球から遠い場所にある銀河の一つです。その距離は地球から129億光年、光が私たちの元に届くまで129億年かかりました。ハッブル宇宙望遠鏡とスピッツァー宇宙望遠鏡の2つから観測されました。観測史上最も遠い場所にあるとされているのがこちらの銀河 HD1 です。2022年4月7日に発見されました。こちらは疑似カラー画像ではありますが、70万個以上の天体データを分析し発見されました。地球から135億光年離れた場所に存在します。これはビッグバン、宇宙の始まりの大爆発から3億年後にはすでに存在していたということになります。最後までご視聴ありがとうございました。星雲を見て、太陽もいずれは死んでガスになり、地球という存在もこの宇宙ではなかったことになってしまうんだなぁとしみじみ考えてしまいました。
まだまだ謎だらけの宇宙、これからも宇宙望遠鏡の新たな発見に注目していきたいですね。このチャンネルでは宇宙や地球、環境についての動画を投稿しています。興味のある方はチャンネル登録をお願いします。それではまた。